땅 꿰지 있어. おはようございます。川瀬のさんです。今日はですね、前にキュウリの質問で、キュウリのハウスに堆肥とか振ってますかという質問があって、で、うちは堆肥、今年も振っていくんですけど、で、うちが使ってる堆肥はですね、これ豚の堆肥なんですよ。はい。で、僕たちって、ハウスの中で半年以上、9ヶ月から10ヶ月くらいキュウリを育てていくので、やっぱりね、堆肥を入れてた方が馬力が違うというか、僕の感覚なんですけど、やっぱり力があるのかなと思います。やっぱり土壌診断によっては変わるとは思うんですけど、やっぱり長くね、栽培しようと思ったら、堆肥入れた方が僕は、育てやすいのかなと思ってるんですけど、で、なんで豚の堆肥使ってるのかというと、ほとんどね、多分他の農家さんとか牛糞を使ってる人が多いと思うんですよね。牛糞ってゆっくり肥料が効いていくので、長い栽培には結構最適な肥料なんですよね。肥料になるし、土壌改良にもなるので、牛を使う人が多いと思うんですけど、この豚の肥料はですね、本当値段がタダなんで、はい。うちの父がね、近所の人から教えてもらったところで取っている堆肥なので、豚の堆肥を使っています。で、去年も豚の堆肥を使ってたんですけど、栽培にはね、何の悪影響とかもなかったので、はい、また2年目も豚の堆肥を使っていきたいと思います。ただなので、値段ですね。はい。ただやっぱり、主に鶏とか豚、牛糞とかあると思うんですけど、やっぱり長く効かせようと思ったら、牛糞、その次に豚、で、一番肥料の濃度が高くて効果があるのは鶏なんですけど、やっぱり長期栽培って考えたら、牛糞もしくはね、豚の方がいいんじゃないかなと思うので、よかったら参考程度にしてみてください。はい。なんでだろうね。またね、タダでくれるって言われたので、はい、取ったんですけど。とりあえずこれで栽培していきたいと思います。ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。